ガンプラ制作動画を投稿しています。ガンプラ団です。今回は、パーフェクトグレードユニコーンガンダムが、完成した時の、動画でちょっとご紹介しました。こちらのパーフェクトグレードユニコーンガンダム、フルアーマーユニット、こちらの開封をやっていきたいと思います。で、こちらが、パーフェクトグレードユニコーンガンダムの、フルアーマーユニットの箱になるんですけれども、箱の大きさかなり大きいですよね。いやー、もう武装のパーツだけなのでそんな大きな箱じゃないのかなと思ってたんですけども、予想以上に箱の大きさが大きくてちょっと戸惑ってます。ちなみに以前作ったリアルグレードのウィングガンダムですね、こっちの箱がこんな感じです。かなり箱4つ分って言っていいぐらいの、大きさですね。かなり、このぐらい大きさ違います。それでこの箱の中身は、僕自身もまだ開けてないので、初めて開封したいと思います。それではちょっとどのくらいパーツが入ってるのか。これはなんか見たことあるパーツもいっぱいありますけども、こんな感じ、ぎっしりですね。あー、そっか。またこの量と、この量のプラモデルを作っていくんですね。パーフェクトグレード60分の1なので、武器のパーツとはいえやっぱりこれぐらいの量はありますよね。おお、しかもこれはでっかいパーツですね。いやー、なんかこういうサイズのパーツを見てると、ネオジオングの時を思い出しますね。でかっ、これ僕の腕とあんま変わんないですよ。でかい。あれもちょっとパーツの大きさに、ちょっと途方に暮れた記憶があるんですけども、ちょっとその時の記憶がふっと蘇ってきますね。で、説明書の表紙はこんな感じのデザインですね。フラマ、ユニットを組んだ、パーフェクトグレードのユニコーンガンダムの写真になってます。それでこのキットには、こんな感じですね。これはデカールを貼る場所を示した図なんですけれども、水転写デカールが、付属でついてるんですよね。で、それをユニコーンガンダム本体にも、貼れるような、シールなんですけれども、それがですね、これですね。もうちっちゃいのがめちゃくちゃあります。いやー、もうこれ貼るだけで結構な時間かかるんじゃないですかね。いやー、こう拡張ユニットとはいえやっぱりパーフェクトグレードは一筋縄じゃいかないですね。あー、なんかこれもなんか長くなりそうですね。こう、なんか嬉しい悲鳴ですよね。それでは中身の方を開けて、詳しく見ていきたいと思います。で、パーツの方を出してみたんですけれども、全てを開封するとこの上に、全部乗らないので、一部分だけを今出している状態ですね。で、ちょっと特徴的なのは、先ほどちょっとご紹介したこれですね。この水転写式のデカールです。すっごい枚数あります。特にこの辺ですよね。すごいです。こんな感じでもうちっちゃいデカールがぐわっとあります。これをね、全部貼るとなると、1日じゃちょっと無理かもしれないですね。少し分けてやらないとちょっと集中力は持たないと思うので、結構大変な、しかも結構地味な作業になると思います。そして、あとこの辺のパーツですね。この辺は、サイコフレームとか、あとはシールドのパーツなんですけれども、
この辺はもうパーフェクトグレードユニコーンガンダムのパーツと全く一緒ですね。でこのサイコフレームの部分のパーツも、パーフェクトグレードユニコーンガンダムについてた、部分と全く材質も大きさも一緒の、ものがついてます。それで、この部分ですね、こういったパーツは武器のパーツになるんですけども、この辺は、パーフェクトグレードにはついてなかった今回の、拡張ユニットですね、フルアーマーユニットの、独自のパーツになります。であとこのパーツもそうですね、この赤いパーツで、この色のパーツって実はユニコーンガンダムには存在してなくて、ユニコーンガンダムの赤い部分っていうのはほぼサイコフレームになるので、赤の、色のこうパーツではなかったんですが、今回は、この弾薬のところですね、弾薬のところのパーツとか、あとはスラスターの部分のパーツとかがこの赤い色を使ってますね。でそれからこちらもユニコーンガンダムの方にはなかったパーツ、手のパーツなんですけれども、こう武器の形、武器を握る形に最初からこう固定されている、手のひらのパーツですね。そしてこちら、これがフルアーマーユニットのこう一番特徴的なパーツであり一番大きなパーツなんですけれども、こちらが、後ろの部分の、大型スラスターの、パーツになります。でこちらのパーツはこれと同じものがもう一つついてますので、これが、こう輪切りにしたような、形のパーツで、これをもう2つに、合わせて1つを作るというような仕組みになってますので、計2本ですね、後ろに、装着することになります。完成イメージとしてはこんな感じですね。でこちらの部分がユニコーンモードで、この部分がデストロイモードですね。こんな感じになってます。本当を言うとですね、これも結構いいお値段するので、本当はこれに緑のですね覚醒版のサイコフレームがついてくれてたら、こうパーフェクトグレードでもこう覚醒版のこう雰囲気が楽しめたりとかっていうのもあるんでしょうけども、なかなかねそこはそこまではつけてもらえないんでですね。でフルアーマーユニットなので、フルアーマーユニット自体は覚醒した状態では装備してない装備なので、ついてないっていうのはついてないからといってこうなんか文句言いたくなるとかいうことじゃなくて、ついてない方が当たり前のものではありますね。ただついてくれてると本当に助かるんですよね。僕の動画のコメントとかにもあるんですけども、なんか後々発売されそうとかっていうコメントもあるんですけども、本当にそうなんですよね。またね、後で来年とか今年の冬あたりにこう覚醒版のサイコフレームのパーフェクトグレードが発売とかになったら、本当ねどうしようって感じですよね。もうお金いくらあっても足りないですね。もう絶対欲しくなるから、本当に大変ですよ。ということで今回は、パーフェクトグレードユニコーンガンダムの、フルアーマー拡張ユニットの、開封でした。